はい、どうもです。皆さん、ライフスティール MC というサーバー知っていますでしょうか。まあ、読んで、字のごとく、ライフスティール、命を盗むマインクラフトサーバー、はい、こちらアナーキーサーバーとなっており、今結構ね、世界で、海外でかなり人気のサーバーなんですが、なんでライフスティール、そう、他のプレイヤーを殺すことによって自分の HP を増やせるっていう、まあなかなかね、殺気だったサーバー出てきましたよ、こちら。まあかなり、まあ僕好みのサーバーなんですけど、僕も一応ね、 2B2D っていうね、まあアナーキーサーバー、アラッシュとハッキング全部 OK のサーバーなんかも充実しましたし、まあ RSMC っていうね、世界を作るサーバーでも、まあ、国を作りましたし、まあ次は自分の力でライフスティール、他のプレイヤーの肉を、弱肉強食をするサーバー行こうかなと。まあ、一応なんかね、チートハッキング等は、まあ、結構制限されているらしいんですが、もうそれ以外全部 OK って、リスキル OK、他にいるプレイヤー全員殺していいし、そこに拠点があるんであれば、破壊も全部か。その代わり、自分が死んだら全ロス、そして、相手を殺せば、相手の物資を全部奪えると同時に自分も強くなるっていう、なかなかうまい、イカれたサーバーですよ。さあ今回、そんなライフスティール MC、やっていきましょう。さあ入った。このサーバーではカスタムリソースパックうんぬんかんぬん。なんだこれ、ライフスティールなんたらかんたら。まあいいか、とりあえずは。さあこんにちは。めちゃくちゃいっぱい人いる。なにこれ、すげえいっぱいいるじゃん。はあ、ははあ、で、お、めっちゃすごい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 、ぐっちゃぐちゃじゃんもう。さあどうしようかな。まずは、まあ、メンバーとうんぬんがいて、みんな活発だね。とりあえずはじゃあサーバー行こうか。クレジットストア、サーバーショップ、あ、いろんな武器とかもあるな、ショップで。なるほどね、ランダムテレポート、まずはこれでしょう。行ってきます。なんこれ、オーバーワールド、ネザーワールド、いろいろいけるんだ、エンドワールド。まあエンドの中やばそうだな。まあ要は拠点とかもあるわけで、要は強い拠点で絶対もうガードいるから、僕アース MC とかね、潰せての経験上、まあまずは普通のオーバーワールド行こうか。さあこんにちは、ライフステルムシついに始まった。とりあえずは見てみようか。ギブミートーテム、 What？ もうめちゃくちゃもう小じきだらけじゃん。なんて情けもねえやつら、自らな、これ自分の力を示す場所に行って、いきなりそんなに物もないから始めるっていう、情けない。あ、パーティーとかもあるんだ。で、これがハート数か。あー、なるほどね。いろいろなんかメンバーでね、ぐちゃぐちゃになってますが、名前の横にハートがあって、それでまあ、見れるみたいな感じが、いろんなプレイヤーの状態が。これは少々わかりにくいぞ。52、すげえ、ハート 78？ とりあえず僕は今ハート 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ぐらいか。じゃあちょっとまあプレイヤーぶっ殺してハートをねゲットするのはもちろん大事なんですが、あれは拠点ではないよな。まず最低限マイクラだからな。一番初めにはもう最低量の物資は一旦揃えないといけない。これすげえな、78ってことはハート、このプロジョーってやつは何人殺してんのこれ。78で1人1冊かなって考えたら、もう60人ぐらいやってるってこと、もしかして。ただのまあもう暗殺やですね。まあ夜のうちにある程度は、あ、物資もとか初手物資あるね、もらおうか。まあ一式一応くれますと。ああなるほどね、アース MC みたいにあれもあるんだ、採掘スキルみたいな。うん、さあ村に着いたぞ。村、ここはなかなか、あ、いいポジションあるね。ただ村に来ても人の気配はないか。座標は今のところ1300の1。あ、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 あるね、あるね、あるね。プレイヤーの痕跡、ウィッチダンパス killed all the villagers。 あー、誰かが全然言われた殺したんだ。 I'm new here、 ここに来たばっかだと、新人だと。はあ、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 いろいろ I will come for you was here。 プレイヤーの痕跡もあるので、割とこの位置はちょっと見ていいかもしれない。あ、豚もいるね。そこ行こうか。とりあえずちょっと、ああ、ここ拠点にしようかな、これだったら。ただ、とりあえずやっぱね、マルチサーバーっていうのは、00地点に行くっていうのが、定石なんで。豚も借りながら。まあ、ただ、プレイヤーのね、確実に痕跡はあるから、この位置からちょっと気合入れようか。ん？何これ？これ拠点じゃない？誰かの家っぽいよな。ただもうさすがに荒らされた後か、物資は。いや、若干ある。下に隠し道作ったりしない？さすがにないか、隠そうか。じゃ一旦隠して。あ、あるね、拠点っぽいのが。
やっぱ座標00着まで来るとあるな。ただプレイヤーがいない肝心の。ああ、モノケの殻かな。ねえよな、隠し通路みたいな。なるほど、なるほど。ああ、でも、ところどころやっぱ近くなってくると、00に近い位置にやっぱいるな。ちょっと引き継いで行ってみようか。一応、物資もあるし、まあ、装備もな。まあ、革装備ではあるけど、まだ緊急時はドアで、キャラコンで、逃げれば全く問題ないので。あ、あ、ちょっと待って。これもなんか変じゃない？これ。入り口。謎のなんかありますけど。なんかありますけど！めちゃくちゃ。あ、びっくりした、びっくりした。びっくりした。お前かよ。お前かよ、おい。お前か。いや、これはいる、これはいる。これはいる、人。人参パクチだ。まあいいわ。入り口がしっかりしていて。いやー！壊された後か？いや、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 これは。拡散、開花したツツジ、ファントムの被膜。いや、これいるいるいる。鉄いってもらうか。鉄いったんもらって、まあ、エンチャボンもちろんもらうでしょ。ねえ、ルール上で OK だから。たら一応ね、お礼にエンチャボンのお礼にこれあげるわ。これとあと羊毛、羊毛あげるわ。あと社会のボタンもあげる。羽曲げようじゃ。この先まさかいたりする？これ炭鉱じゃないよな、さすがに。わかんねえ、途中で切れてる。でも鍾乳洞こんなん今あんの？最新アップで。ちょっと掘りたい、鍾乳洞。危ねえかな、おいしょ。なにこれ。あ、やっぱ鍾乳石あるんだ。すごい進歩してんだ。いや、いや、これはダイヤか？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 ダイヤじゃねえか。なんだこれ。謎の物資があるが、その先に、あー、マグマね。了解了解。ちょっとこれ迷っちゃいそうなんで、一旦ゼロゼロ向かうか。相変わらずこれもノラの村か。建築ではなさそう。さすがに建築ではないとはいえ、まあ、進めそうではあるな。いやでも怪しいぞこれ。どっちだ。あー、まあ既存の村だな。プレイヤーがいた影は、まあ、存在しないと。この辺りかな00地点は。あー、やっぱさすがなんかあるな、00特有の。あ、あれじゃない、これチートのやつじゃない、これ。勘違い、俺のなんか石で作るなんとか、あのマグマボールだっけ、ラバボールか。なんかラバーボールの片鱗みたいなのもありますが。あー、まあでも結構なんかやった後はあるけど。あ、でもいいじゃんいいじゃんいいじゃん。ここじゃあ進むか。ここちょっと拠点にしましょう。結構今いろんなサーバーで00地点にお世話になってるんで、ここで最低限文化的な作っていこうか、生活を。やっぱりこういうさ、危険なサーバーでもさ、優雅に暮らすってのが結構やっぱどのシリーズも僕はね、優雅に暮らしてきてないんですよ。だいたいいつもこうね、まあ、争いに巻き込まれたりとか、気づけばなんかすごいね、ドンパチやっている。そういう時は良かったんで、やっぱこういうところで優雅に、優雅に今暮らしていくっていう。ええ、うわ、入れる、嘘やん、それ、嘘やん、それ。こちゃ、そう。びっくりした。マジでこれ。そう。こんにちは。話そう。かまでかね、これで。あれ、これあげる。これ三つ毛の。おい、これどこだ。よかった、これあげる。看板先。なんでないの、メニューが。なんでないの、このゲーム。ゼロゼロいるんだ、やっぱ。ビビった。ウルトラ、オーバー。あと、ライフ2周か。待て、ライフ2周だったら。読めねえ。あれか、まさかリソースパックうんぬんか。やべ、見えねえ。相手の文字が。兄貴やって。あ、兄貴やって。ゾンビで倒せ。ゾンビ、そっと倒せ。なんとかゾンビこっち倒してもらおう。この人の文字見えないんだよな、これ。なんで見えないんだろう。
こんなん初めてだわ、見えないの。これ何の化けだこれ。やべ、見えねえ。なんで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 これ。見えない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 んだって。ここまでいったらチャットでもいいけど、全然ねえ、かたくなに見えないんだよな。どっちの文字がある、全く見えねえ。ああ、確かに確かに確かに。なので俺がやるのは OK って、これだよ。読めないからもう OK で攻める、これしかないよね。 OK しか読めないんだよ、あなたの文字が。俺は今まったく、ちょっとなんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。なんでだろう。 I cannot see your、 これ何で見えないんだ。 Your writing、 I cannot see your writing。 見えないんだよ、あなたの文字が一向に。なんか看板やってくれてんだけど、なんでこれ。まだなんか家の作りは進んでる。で、この家にさえ住めればの問題ない。めちゃくちゃ怒ってる。読めないって、だから見えないんだって。見えないの、あなたの文字が。ただ、会話したい。会話したいので。OK! うん、多分そんな感じでしょう、きっと。そのまましで、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 なんで遠出でも、今や、いや、めっちゃいい装備持ってる。金の人参、金の人参持ってる。危なかった。今のそのまんま。クリーパーもう一体来いよ。いや、今好きあったか、今やれたか、今ので。さすがに無理か、そこ昨日に動くてたし。いや、俺ダイヤの剣あったら行ったな、今。くっそー。くっそ、なんとか放置する隙見してやりてんだけどな。だから、オニアズハウスはここに健在。あ、まあ、プレイヤーパーちゃんといるんだな。いや、これなんかこのウルトラっていう謎のこの称号じゃなかったらな、実はやったんだけどな。最高位じゃん。なんで最高位が来るのこっちに。日本人説ない、この人。日本人説。あなたの装備、俺によ、あなたの装備、俺によこせ。どうこれ。よし、消えた。いなくなりやがった。この一瞬で。はあ。一体何が起きているんだろうか。いた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 。ポスタル？あなたの装備、よこせ。やっぱこれでしょ。最後はこれでしょ。あなたの装備をよこせ。絶対伝わってない。絶対伝わってないわ。絶対伝わってない。この渾身のプロポーズ。ああ。はい。何なんだこれ。何なんだこのサーバーは一体。